これから、切符買って新大久保を迎えたいと思います。行ってきます。え、これ、見つけろ。え、待って、英語全部。ご希望のボタンを押してください。160円です、はい、安っ。はい、ということでチケット買いました。160円。安くないですか、これ。すごく安い。こんな安いんだね。これから電車乗って、はい、まあ、ちょっと人混みとかが気になっちゃうんで、ちょっとここで一旦終わりたいと思います。はい、行きます。行きます。来ましたね、新大久保。どこが新大久保感あるんですかね。あくびしちゃってるからいつもさっきあくびしてた。眠たかったね。電車眠くなるよね。はい、ということで最初ミッション、まあ、順番的にミッション1から行きたいんで、46のグルメ屋さんにご飯食べに行きたいと思います。へーで、まあ、ググって使ってます。あるって結構まっすぐ7分ぐらい、500m ぐらい、500m 走します。なんかさ、普通に仲いい人との距離感ってこれじゃない？え、ですよね。今まで一回も何これ引っ張ったりとかするようなことはない？ないですよ。揃い何欲しいかな。なんか行き道であったらいいよね。確かに。ショックがあります。え、めっちゃ可愛い、見てください。え、すごい、こんなすごいんですね。にぎわってるね。やばい、すごい、マスクがいっぱい。安っ。みんなマスク250円で箱で売ってるやん。どうぞ。あ、韓国のコスメ。え、行きたコス。え、ここ超行きたくない？コス村。ここが温泉コスメ。なんかこれ一回買い来ちゃったら来たくなるわ。すごいいいですね、なんかおもろいですね、うん、結構新大久保初めて来てて。え、コスメめっちゃ見てるわ。やば、可愛い。もうクリーニングしてますよ。え、かわいい。あれ、動物。行きたい、行きたい、行きたい、行きたい。一緒に入ってもいいよ、別に。え、いいな。入りますよ。違いますよね。え、これ本当に犬？見て。やば。結構レアなんですね。サモさん。サモ。サモ様。サモ様。こんにちは。はい。何この寝方。可愛い。え、可愛い。可愛すぎません？めっちゃ可愛い。はい、ということでここのすごい珍獣が気になったんですけど、ここでめっちゃ時間潰しちゃったけど、編集部に早う行こうかって言われ
があったんで。あーもうやだ、ドッグ動画が良かったや。あ待って、ここだわ。隣、待って隣だった。みっけすごい、結構ある見てください、すごくないですか、すごいね。あ、ヤンニムチキン、ここが。はい、ってことで来店したいと思います。はい、美味しそう。あったミョンドンコスメがちょっと気になったので見に行きたいと思います。はい、行ってきます。絶対可愛いですよね。もう目がね、あちこちやばい。はい、ということでラストミッションのお揃いをミョンドンコスメで買いました。可愛い、服も可愛いです。可愛い、めちゃくちゃ色々あって、もうやばかったですよね。2人してどうするわけわかんなくないってずっと靴下とかも色々あったんですけど、やっぱせっかくなんかコスメにしようかって言って韓国っぽいコスメに、そう、買いました。こちらです。だーん、アデューフルショットルーティンアイパレットVL01番。絶対買わなさっしょ。ユニコーンカラーを2人で買っちゃいました。絶対切り札持ってないですね。持ってないですね。買わなそうなやつを選ぼうって言ってて、カラー結構あったけど一番いつも買わなそうなやつをチョイスして2人でお揃いにしました。韓国って感じ。うん、でもね、楽しかったです。プライベートとかでまた行きたいですよね。ってな感じでミッション2もクリアです。ってことで、あなんと韓国来たわよ。寂しい、でもちょっと寂しい、ちょっと寂しいよ。なんか寂しいな。あ、こっちの席に寂しい。おお、寂しい、なんか寂しいですけど寂しい、寂しい、ちょっと寂しいよ、ちょっと。取れました。え、なんかそんな罰ゲームって感じじゃなかったじゃないですか、くっついてるのが。え、でも言うて2時間半とか3時間ぐらいずっとくっついてたから、いや間違いないです。だから寂しい、ちょっと寂しい、ちょっと寂しい。ってな感じで今回は2人で手錠しながら新大久保デートだったんですけど、初体験いっぱいしました。以上、キリとリセリでした。リセリとキレイコンビいいなと思ったら高評価とあのチャンネル登録よろしくお願いします。なんか2人のコンビいいねっていうコメントいっぱい待ってる。待ってます。じゃあねじゃあね